男。さて始まりました、アニハセヨーということで、先日ね、韓国に行った時のお土産第2弾ということでね、なんと僕、今回初めて知ったんですよ、韓国の MMMG っていうね、ステーショナリーグッズを売ってるね、あの素敵なお店があるんですけど、これはね、あの韓国の M タワーってソウルタワーですね、あれはその MMG っていう会社がね、集団が開発したんですけど、なんでそこのねグッズをいろいろ買ってきました。結構1万円、そうですね、1万円分ってことは10万ウォン分ぐらいですかね。これはアルバムでしょ。ずっと、ね、パッパッとしか見ないですね。ステッカーとかね、ポストカード、ポストカードとかね、いろいろともこういういっぱいあります。バッジもねいっぱいあります。みんな可愛いですよね。これがそう僕がそのね、ソウルにある MMG をね全部を回ってるって言ったらなんともこのノート入れました MMG のスタッフさん、ありがとうございます。であとはこういうバッジとかね、でこういうボールペンもいっぱいにもねもっといっぱい買ったんですよ。たいところなんですけど、まあ、お時間はここまでなので、それではみんなうじゃあアニョン。